30位から22位までですね、アンダーガールズに当選したメンバーを一気に発表していただきます。第、30位、AKB48 チーム K、 松原夏実。どうぞ。夏実、はい、アンダーガールズには、ブロンズのマイクを贈呈させていただきます。はい、続いてまいります。第29位、チーム SKE48 チーム S、 松井玲奈。おめでとう。はい、続きまして第28位、 AKB48 チーム B、 片山遥香。はい、続きまして第27位、 AKB48 チーム B、 指原莉乃。はい、続きます。第26位、 AKB48 チーム B、 平島夏実。はい、続きまして AKB 第25位ですね、失礼しました、 AKB48 チーム K、 増田由香。ちょっと増田が今日お休みということなので、マネージャーの野寺さん。はい、続いてまいります。第24位、AKB48 チーム K、 大堀めぐみ。おめでとう。はい、そして第23位、 AKB48 チーム A、 高城亜希。おめでとうございます。はい、そしてアンダーガールズ最後の発表ですね、第22位、 AKB48 チーム B、 米澤瑠美。おめでとう。はい、それでは、ちょっと一人ずつインタビューをしていきたいと思うんですけども、はい、私は、パリの方に行かせていただいてたんですけど、でもこの選挙のことが実はすごくすごく不安で、なんかもう怒りようになっちゃうぐらい不安で、この結果には正直満足していないので、次は選抜メンバー、21人の中、もっと言えば12人の中、いつかは一番が取れるように頑張りたいと思いますので、皆さんにもっと認められるよう頑張りたいと思います。よろしくお願いします。本当に悔しいんですが、一票でも入れてくれたファンの皆さんにお礼を言いたくて、あと、もう今度はもっと選抜に入れるように、おたけもっと頑張ります。よろしくお願いします。ありがとうございます。私は一回も選抜とかに入ったことがなくて、ちょっと選抜に入るのが夢だったんですけど、アンダーガールズに入ることができて、自分の声が CD に入ると思うとちょっと嬉しいです。はい、これからもよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。私は年だし、絶対もし私がアイドルのファンになるんだったら、可愛くて若い子を推すと思います。なのに私なんかに一票でも入れてくれた方、
本当にありがとうございました、はい、頑張ります。正直言うとシンディもゆかりんも選抜に入ってるのにありなくてすごく悔しいけど、でもこの結果に胸を張ってアンダーガールズとして頑張りたいと思います。投票してくれた皆さんありがとうございました。はい、はい、本当に皆さん私に投票してくださってありがとうございました。投票のあの VTR の時にも言ったんですけど、本当に苦節2年半もう本当にあまり日の目を浴びなくて、本当にもうどうにかどうにかあのいろんな場所に出れたらいいなと思っていたんですけども、今回アンダーガールズに選ばれて、これから片山遥香の革命がこれを機に起きたらいいなと思います。本当にありがとうございました。はい、ありがとうございます。とこのステージに上がることを全く予想してなかったので、何の気の利いたコメントもないんですが、本当にこの30位という瀬戸際なんですが嬉しいです。アンダーガールズどうなるかわからないんですけども、皆さんに素敵な歌とダンスを届けられたらいいなと思います。よろしくお願いします。ありがとうございました。アンダーガールズの、センターを飾ることになったわけなんですけども、その気持ちをファンの皆さんに。はい、アンダーガールズ22になりました、ヨネちゃんことヨネザアルミです。本当に今回の結果は皆さんのおかげだと本当に心から思っています。皆さんがくださった私のこのチャンスを絶対ものにして、次は選抜に入れるように頑張りたいと思うので、よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。はい、アンダーガールズはこの9名に決定。続いては新曲のメインとなる12位からの発表。